かねえな。十尾が手加減なしとは。遅かったか。いや、ぴったりだぜ父ちゃん。湊、相変わらず早いの。四代目、貴様わし以上の瞬身使いよの。よーし、始めるぞ皆の者。ほかげ様たち、なんで。オロチマルがわしらを呼んだのじゃ。さっさとこの戦争を止めねばな。じゃあ本当に。おう、みんな俺たちも知ってる、あのホカゲたちだってばよ。貴様まで復活したとはな、嬉しいぞ柱間。お前は後、まずは十尾を止める。ナルト、よくやってくれたね。少し休んでなさい。友達も直に来る。彼も味方だよ。さて、これってナルトと同じ。まさかとは思ったが、ミナトまで。な、俺の父ちゃんすげえだろ。そんなことはお前より分かってる。このわしを分けてるのは封印しきった男だ。影たち、行くぞ。忍法、主席用心。さらに俺だけ加えての先方明神門。ずいぶん遅かったじゃねえの、サスケ。サスケくん。サクラか。どういうこと。本当にサスケくんなの。てめえ何しに来やがった。なんでサスケくんがここに。いろいろあったが、俺は木の葉の里を守ることに決めた。そして俺がほかげになる。お前らが俺のことをどう思うかは関係ない。今までの影たちがこの状況を作った。だから俺がほかげになり里を変える。ほかげになった者が皆から認められるんじゃない。皆から認められた者がほかげになるんだ。サスケはお前に任せる。任せとけ。ほかげになるのは俺だってばよ。そんなにほかげに憧れてくれるのは嬉しいが、お前らゆっくりしすぎぞ。今のうちにチャクラを練れ。一斉攻撃であれを倒す。押す。私はいつも二人の後ろばかり隠れて歩いてて、でもそれももう終わり。今日からは私も。よし、サクラちゃん。私が二人に届かない、か弱い女だと思ってる。
よっしゃ、第7班ここに復活だってばよ。行くぜ、さくらちゃん、サスケ。うん。おう、木遁、木分身の術。俺の分身が結界に出入り口を作る。忍びたちよ、全気力を振り絞り、奴を打ち破るのだ。行くぞ。
行って。サスケ、あのでげえやつの中には美獣たちが入ってんだ。弱り切ったら黒い炎を止めてくれ。俺とクラマで美獣たちを引っ張り出すから。ダメだ、このまま焼き尽くす。おいサスケ、燃え尽きろ。